はい、光です。今回はね、一時すげー流行ったユニクロと任天堂がコラボした T シャツ、 UT の任天堂コラボ、あれ流行ったじゃないですか。俺も流行った時っていうか、もう発売日に、あ、絶対瀬戸さんが動画出すから俺も発売日に買って出そうと思ったんだけど、二の足踏んじゃって出さなかったんだけど、なぜかこのタイミングで買っちゃいました。はい、じゃあユニティ買ってきました。はい、任天堂コラボのやつを2枚買ってきました。もう元からね、全然いろいろ調べてて欲しいなと思うのあって、1個はコイキングのトランプみたいなやつがあるんですよ。あれがすげえ欲しかったんだけど、それはもうね、なくて、俺のとこ田舎だからさ、そんなに種類なかったんだけど、その中から選びました。まずはね、1個目、初めからもう狙ってたやつですね。じゃじゃん、これね、もう定番ですよね。定番のスプラです。スプラトゥーンのイカのやつです。サイズは L です。はい、昔 M でしたけど今は L です。1500円でした。うん、まあ、ちょっと高いような気もするけどね。でも明るくていいかな。素材的にはまあまあ変なね、なんか体にくっつくみたい な、あ、もうプリントプリントしたプリントじゃないから、まあまあいい感じ、柔らかいプリント。これはね、まあみんな欲しいでしょ。今のはみんななんかいいなと思うやつだから、ちょっといろんな人と被っちゃうし、ユニティでバレるかなと思って。あ、ちなみにこれね、ちょっと出してきたんだけど、これもユニティです。過去の2、3年前のユニティかな。ディズニーコラボのやつで、一応ミッキーとかなんですよね。ユニティ着てます。ユニティってさ、あんま傷まないですよね。なんとなくイメージ的に。で、もう一つは、もうあれだけ買おうと思ったんだけど、まあ、店舗で実際見たら、あれよりも正直こっちの方が良かったんで、もう1枚買っちゃいました。1枚1500円だからね。2枚で3000円ですよ。税込みもっとするのかな。はい、2枚目こちらです。これもね、任天堂コラボです。これ、見えるかな。ちょっとね、分かりづらいでしょ。これね、マリオのコラボなんですよ。この胸のところにね、刺繍なんだよね。刺繍が入ってて、そう、マリオの刺繍が入ってて、全体的にこう微妙にマリオでね、黒が入ってて、これはね、ユニティってすっと見パッと見ね、バレないよねって感じなんですよ。まあバレたくない人はいいんじゃない、こっちの方が。俺はバレてもいい派なんだけど、まあ、こうやって見るとね、そう、そしたらね、まあ、ちょっとこれも顔が悩んだ理由が一つあって、首元がね、ここまでしかプリントがなくて、ここからこういうのが、こういうなんか首元ですみたいな。これってちょっとさ、子供っぽいんだよね。あんま好きじゃなくて、これとかもね、ちょっとね、あるんだけど、これはね、白だからバレないんだけど、これはさ、もうちょっと黒のこう、いっぱい模様が入ってるから、ちょっとバレやすいかなと思って、そこで、ちょっと悩んだんだけど、まあ、ネックレスとかでごまかしちゃおうかなって。これは結構なんか、いいかなと思いました。はい。原宿のさ、ちょっと、ストリート気取りみたいな人が着ててもおかしくないかなみたいな。これに黒のスキニーとか履いてる人いるじゃん。こんな感じです。今回ね、2枚とも白を買いました。な、まあ、なんでかっていうと、ちょっと髪の毛の色がちょっと金に近い色になってるんですよ。それで黒着ちゃう、あ、黒とかね、その濃い色、まあ、特に黒とか白かで言うと、黒着ちゃうと、なんていうのかな、ちょっと V 系っていうか、鬼系っていうかさ、ちょっとまあ暑苦しいしね。うん、やめました。はい。まあ、白って結構透けてるじゃん、乳首が、男子でも。だから良くないんだけど、これはね、比較的大丈夫かなと思って、はい、素材的にも。なんか GU とかの薄いやつだとダメだけど、これは大丈夫かなと。はい。あと汗とかが目立たないですね。グレーとかもあったんだけど、結構いいの。ポケモンとか。グレーって結構汗目立ちますよね。なんか淡い色ってね。そうなるとやっぱ白。まあ、汚れが目立つっていうのはあるけど、逆に言うと、汚れたらすぐわかるから、すぐ洗えるっていうね。うん、そういう考え方でできますね。いや、今日も暑いっすよね。はい。もう夏休みなんですけどね。というわけで今回は、ユニティのスプラと、スプラトゥーンのやつと、いかのね。あとマリオンのなんか刺繍が入ったやつ2枚買いました。3000円です。やばいっす。はい、なぜやばいかっていうと、これ3000円じゃないですか。で、その前にブックオフも寄って、ブックオフも3000円以上使って、で、アマゾンギフトカード3500円分買ってるから、やばいっす。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。